はい、こんにちは、サルウィンです。行きましょう。新入大戦で、というわけで、私です。行きましょう。いや、なんかね、若干、風邪気味っぽくて、喉の調子が良くないんだけど、なので、あえてこんな感じの声で。はい、今回も、ジョークンしたのは、声優大戦。これがラストですね。7戦目です。はい。というわけで、私の今日は、まだケニアなんですけど、ちょっと使ってみたかったんですよね。うん。書こうと、そういえば全然使ってなかったなーってのもあって。で、なんか、ね、他に、っていうかね、ケニア使いたいんですけど、3コストを全然持ってなくて、どうしても旅風が入ってしまうっていうね。あと、強いて言うと、スターターの、テイホーさんが3コストなんで、ね、持ってる。うん。てか、あとは、他にもスターター武将と関羽ぐらいしか3コストないんですもんね。で、関羽両方とも持ってないんで、うん、まあ、こんな形しか作れないっていうのが現状なんですよね。本当はもうちょっといろんなバリエーションのケニアを使いたかったんですけど、まあ、そこはまあ、今後に期待というかね。うん。というわけで、まあこんな形です。まあ加工と加工園出てるっていう、なんかこのね、うん。これはこれでみたいな。はい。んで、ジュー君の次は、4枚春祭、もうバラですね、完全にね。うん。なかなか、いいですね。胸熱なデッキです。行きましょう。まあ特にね、これといった特色が私のデッキはね、ないんですよね。なんか、笑えるデッキというのかなっていう。まあ、呂布と加工一族が組んでいる。うん。あとね、でもこの加工トンがね、そう、そう、引いてね。そう、だから全然死んでもいい加工トンかなとは思ってる。カツカツカツついてるよって言っても、言うてカツカツカツついててもね、別にね、そんなに、なんですよね。副効果のカツカツカツってそんな大して強くないっていうかね、うん、復活減少のカツカツカツとかだと思うやつなんですけどね。で、ああ、マジか。もう加工園一人で守らないといけない。つらい。これはつらい。加工園頑張れ。頑張れ加工園。てかむしろちゃんとおとなしく大使狙っててよかったのにね。あとも書いていただけてよかった。よかったか、ゴートン。復活の、まあ一応なんだかんだでこの小菊効果役に立った。うん。おぉ。強気万有来ました。これね、しっかり潜りたいところなんだけどね、俺、突を普通に食らった気がするんだよ。これね、ちゃんとしっかりと潜らないとね、ほら、ほら、みたいな。これ突破つ、そう、突破なんだよね。そう、突破ついてると潜り難しいですね、逆に。っていうのをちょっとね、うん、実感しましたね。まあ、孫作にはその辺で死んでいただいて、あぶね。ちょっと、うん、突食らったらちょっと美味しくなかったけど、よかったよかった。で、すぐに塗り替えて、内乱を、取られないようにしていこう。まあ、とりあえずね、加工トンの経略、一回も打ったことないし、加工トンの経略と、まあ一応だから、天下無双よりは、やっぱりね、うん、一括と、高知をね、高知っていうか、乱撃、うん、を優先的に使っていこうと。信じてくれる人のために、武を振るおう。まあ、通行って、ちゃちゃっと行きますけい。ふいーす。邪魔する者は、いやでもやっぱね、加工面は、遠弓のやつが欲しいっす。うん。まあ攻撃力上昇もね、噛み合っちゃいるんですけどね。噛み合ってはいるんですけど。信じてくれないか。まあ実際強いっすけどね。大丈夫たるものが。これはこれで強い。けれど。さあ、縄文入りました。うん。いやー、やっぱり緑の縄文強いですからね。バーン。
一応ね、私のやつは、まあ、活効果か。まあ、本当はね、旅費の高校校とかちょっと欲しいですけどね。で、周囲に二枚とも焼かれないように、ちょっとね、位置調整しますね。すぐ戻るぜ。いや、加工園強いですね。仕事してます。で、ここも、周囲に二枚ともね、敵へって焼かれないように、逃げていく、逃げていくってね、調整していかないと。サイキを使っていただけたと。まあ、言うてケニアとお互いだから4枚と3枚だからね、まあ、しっかり倒していけば、まずそろそろリフは帰ってもいいんじゃないかなと思うんだけどね。そんな無理してもさ、ね、まあまあ落ちてしまうと。まあ言うてかな、うん、まあシティあるし、まあ全然守っていけるかなと。でここらでちょっと加工等の力強さを見せたいところ、見せたいところなんだけど、無理してるね。バリバリ無理してる。3枚入れようかなって思ったらね、まあ無理よね。まあ一応ね、春菜を叩かせないようにっていう感じだったんですね。でも結局、まあここで大孫作倒しいのもうやるかと、やっちまおうかと。ここは一応フルコンボだと思ってるんですね。行きましょう。これがでもね、遠指じゃないんで、かあれ、耐震とかまで届かないんじゃないかな。しかもこれ、せっかく自虐ついてんだから、逆の方が良かったね。うん、っていう感じですね。やっぱり届かないね、届いてないんですよね。ピクソンしか打ってない。もうちょっとだね。やっぱちょっとやっぱ遠指の方が強いんだなっていう実感ですよね。まあ、これも周囲に届いてないからね。うん。うーむって感じですよね。せっかくの本数アップを生かせてない。うん。ここも2枚焼かれないように調整しました。ここで焼くってことは、まあ、呂布か加工園しか焼かれないんで、まあ、呂布かと。うん。OK でーす。まあ、1枚焼け ?1 枚焼けってなんか変やけど。だったら問題なし。まあ、一応ね、各武将がそれなりにちゃんとね、うん、誰かしらがちゃんと仕事できるケニアなんで、いいんじゃないかなって感じですね。いやー、突破はね、慣れないと難しいですね。うん、逆になんですけどね、武力で勝ってたら全然、そのまま乱戦し続けて倒すこともできるんで、まあ、いっちゃうまいですよね。さあ、最後は天下武装の出番だと思って、まあだから春菜叩いてもらおうかなと思って、春菜叩いてから天下武装打とうかなとか思ってるけど、さすがに呂布が、呂布を前出しすぎちゃって、春菜叩いてもらえなくてか、まあカウント的に叩いてもらえないかなと思ったね。先打ちしました。まあ先打ちするとね、多分、まあセティヘティボーンで終わっちゃうかなとは思ったんですけど、まあしょうがないかなって、まあですよねまあですよねと。もうちょっと呂布を暴れさせてあげたかったですね。まあしょうがないですね、これは。まあしょうがない、この流れは。というわけで、あとはまあしっかり、まあ言うて本数的にちょっとね守りきれへんかなっていうのはね。一発は構造取られちゃいそう。最終陣の構造は制御ないかな。まあちょっとリクソン倒すのにこだわらなければ加工園で守ることもできたかもしれないけど、一発はいただきました。ちょっと前に出すぎたね。というわけでウィンって感じですね。いやー、もうちょっと何かできそうな気もしたけど、加工園難しいですよね。まあ、孫作に対して使うとか、まあ、あとはあれよね、やっぱり万有に対して打つとか、まあ、とりあえず行きましょう。本生開会。もうなんか指パッチンのキレがめっちゃ悪い。まあ、ケニアはね、そうっすね。だからまあ、あとはやっぱりなんだろうね。
作ろうかなと思ってたのがね、まあ、まあ、勢力団のケニアとか、なんやろ、もう、例えば、馬さんケニアとか、まあ、軍用やったら組めるんですよね、馬さんケニアね。呂布と、コウソンさんとトウタクとか。うん、まあ、それもありだったんですけど、実はどっちかというとネタで弓タンケニアとか組みたいななんて思ったんですけど、ね、いないんですよね。3コストはね、そう、帝砲一応いるんですけど、2.5 コストの弓兵が帝砲で被るし、で、加工園は加工園で、ね、スターター加工園も 2.5 コストやけど、まあ加工園被るし、みたいな。他は2コースぐらいしかいないんですよね、弓兵がね。うん。いないはずなんですよね、重い弓兵がね。まあ、今後に期待ってとこでしょうか。まあ、甲冑が重いやつと、多分出てくると思うんですけどね。うん。まあ、そこにも期待したいところと。うん。あと、昔みたいに3コース周遊とかが出てくればチャンスがあるかな、みたいなね。まあ、それはまたいずれって感じですね。うん。で、まあ、でも開幕だから、とりあえず死んでもいいとは、てか、死んでもよくはないですね。カツカツカツだからって言ってもそんなに死ねないですね、やっぱりね。うん。ちょっとね、調子乗って、なんか、まあ、これは死んでもいいかなプレイングをしてみたんだけど、でもこれ多分ね、ダメ。ダメなやつ。多分っていうか、もう絶対ダメなやつ。俺が取る。所詮ね、3秒だからね。3秒の差やったらあんまり無茶できないよね。うん。で、これ、ここでパン、華麗に一発っていくと。これは、だからまあ、どっちかというと、死んだ理由があるよね。なんで、核を飛んで、ね、周囲を掘りに行って、掘れなかったっていう。うん。で、呂布が踏むと。うん。まあまあ、でもなんだかんだで、このね、核を飛んが、まあ、次とね、守りで仕事したわけですが、で、ここね、まあ、突破の難しさよね。ああ、逆に潜りづらいっていうか。うん。これだって一応、まあ、ギリ、なんていうか、一応多少の計算はあったけど、それでも城入っちゃったのもうっかりだからね、割と。あーって、入っちゃった、みたいな。突破慣れもちょっとしたいかなっていうところはちょっとあるかもね。で、ここもね、ちょっともう、呂布もちょっと、だからこれだって孫作が、この、こう、城スレスレで来てくれてからよかったけど、じゃなくて、そっち一発もらってっからね、これ。呂布はね、うん。これもちょっとぬるいよね。これだってね、マウント取るんだったら加工園もちろんこっちでもよかったし、ちょっと加工園の位置取りも悪い。なんで今度端っこやねん。信じてくれる人のために、まあ、号泣にかぶせたっていうのはあれやけど、だから本当、加工園の位置取りが良かったら、もうちょっといいマウント取れたんだよな、本当に。あれ、なんでこんな変な位置取りにしてしまったんやろっていうところだよね。まあ、ここはまだちゃんと打ててるから、まあ、だから縄文打てればいいかなぐらいの気持ちではあったんかもしれないけど、それでもちょっとぬるいかなーって感じ。まあ、でもすげえ加工園仕事してるから、まあ、これだけでも十分仕事はしたけどな、仕事したなって言えるそうですけどね。まあ、てか実際この4式の計略としてはすごいですよ。4式なんだよな。ここはうまく生かしたいところ。ちゃんと焼かれないように、また2枚とも焼かれるのは一番なんか設定的に2枚馬はまずいですよね。行くぞ。よく。まず。ええ、周囲落としの。まあ、ここもちょっと呂布が欲張ったね。これはもうちょっと早く帰るべき。ね、ここもちょっとね、そう、まあ、やってみたかったんで。でも実際これちょっと突破持ってる加工トンは強そうなんですよね、なんとなく。やっぱこの計略と噛み合いがいいからね、なかなか。うん。で、ちょっとやって、まあ、あとは結構すぐ逃げられるし、なんか、あとこういうね、割と早めにオーラまとって、突通がいけるし、なかなかだから、まあ、面白いっちゃ面白いと思うんですよね。で、ここも、ここか、ここの位置取りも悪いね。結局、あれって、なんか2枚焼く、ね、焼くじゃなくて、打ったかったのに、
範囲に入ってないっていう。大丈夫たるものが。ここら辺はね、やっぱり慣れてるんで、焼かれないように。2枚焼かれちゃうと本当に NG なんで、そこだけは。ここもだからね、突破でひたすら、まあだから兵力が勝ってれば、このまま孫策をね、逃がさないようにっていうのもね、できないこともない。まあ言うて別にでも捕獲がついてるわけじゃないんで、まあ相手がめっちゃ下がるんやったら、そのまま逃げられちゃうんだけど、逆にねっていう感じがあるけど。ね、ここね、まあ、先出ししちゃうとちょっとねっていうのはあったんだけど、とはいえ、そのままなんか睨み合いしてるのも何かなと思ったんで、自分からまあ天下無双を打っていったって感じなんですね。まあ、呂布にも見せ場が欲しかった。ドーン。あーれー。まあ、これはしゃあないね。っていう感じ。で、ここもね、このまま、最初に守りに行ったら分かったけど、なんかね、なんか気持ちにその倒したいな、みたいな。でも、その割に最後まで打ってないっていうね。なんでこの中途半端か。わあ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 。はい。というわけで、これでジオ君氏との、戦野対戦は終了となります。まあ一戦ちょっとね、ジオ君氏が、ちょっと多分ね、別個のモードを選んでしまって、一戦、8戦やる予定だったんですけど、7戦で終了という形になりました。まあ言うてですね、私この後ね、別の方と戦野対戦やってるんですけど、私もね、ちょっとね、とあるカードが引けた嬉しさで、イエーイとかやってね、なんかこう、そのスリーブ入れたりとかしながら、ウェーウェーってやってたらね、リューロード選んじゃって、まあ、危うく間に合わないとこでしたけどね、開幕でとりあえず、ささっと終わらせて、なんとか間に合いましたけど、危ねえ危ねえみたいなね、結構モードの選択ね、割とパパパってね、トラックボールを、ね、操作ミスったりとかすることもあるんで、一回ちゃんとね、場所が確定してから決定ボタン押さないとね、パパパってベンって押しちゃったら、あーってなっちゃうからね。あと結構ね、ミスるところがあるんです実はね、戦友対戦って。最初のところは、とりあえず全国にね、その固定されてるから、まず先に、あれね、戦友対戦左のやつ選んだ後に、で、店内か戦友かっていうのもあるしね、そことかも間違うと結構悲惨なんでね。気をつけないとって感じですね。はい。そんな感じで、じゃあ、今回はこれで終了です。ジョー君、ありがとうございました。お疲れ様でした。楽しかったです。ではでは、グッバイです。